地域脱炭素事業推進課の鳥居と申します。地域レジリエンス、脱炭素化を同時実現する公共施設への自立分散型エネルギー設備等導入推進事業について説明させていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。スライド1ページ目をご覧ください。本事業を実施する背景について説明いたします。 近年、台風、地震や大雨といった災害が年々多くなっており、またその規模も大きく各地で大きな被害をもたらしています。このような大規模災害に備え、地域防災計画や行政機能継続のための計画を行い、災害時の備えを実施することが必要不可欠です。大規模災害に備えるために環境省では 防災対応かける脱炭素ということで災害、停電時に公共施設へのエネルギー供給等が可能な再エネ設備やコージェネレーションを支援し地域のレジリエンスの向上や地域の脱炭素化を同時実現することを目的とした補助事業を行っております。2ページ目をご確認ください。 ここでは令和6年度に発生した災害の事例を列挙しております。赤枠で囲まれておりますのは、環境省の補助事業で設備を導入し、災害時に役に立った事例を後のページにて説明しております。合わせてご確認いただけますと幸いです。大規模の災害が発生した際に、重要なポイントとして、大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引きにより、 人命救助の観点から72時間は外部の供給なしで非常用電源を稼働し措置を行うことが望ましいとされております。こういった災害への備えとして環境省では非常用電源に相当する再エネ設備等の導入への支援を行い停電が発生しても災害対応に支障が出ない準備を後押ししていきたいと考えております。3ページ目をご確認ください。 令和7年度の地域レジリエンス、脱炭素化を同時実現する公共施設への自立分散型エネルギー設備等導入推進事業の概算要求としましては、50億円を要求しております。本事業の内容に関しましては、2ポツ及び次の4ページでも説明しておりますので、合わせてご確認いただけますと幸いです。2ポツの事業内容をご覧ください。 ここでは補助対象となる施設や設備種について記載しております。本事業では避難施設等や業務継続計画に位置づけられている公共施設が補助対象施設となります。この公共施設に対して再エネ設備、熱利用設備、高ジェネレーションを導入する費用の一部に対して、またこれらに付帯するような設備及び省エネ設備に関しましても、 一部補助対象としております。散骨をご確認ください。事業スキームについてですが、補助率については、都道府県、指定都市が3分の1。市町村であり、太陽光や高ジェネレーションを導入する事業は2分の1。市町村であり、太陽光や高ジェネレーション以外を導入する事業、または離島の場合は3分の2としております。本補助事業につきましては、 例は3年度から実施しており、例は7年度で終了いたしますのでご注意ください。4発をご確認ください。ここでは支援対象と取り組み例を記載しております。導入設備は平時と災害時ともに稼働することが前提であり、例えば高効率空調機器を導入した際には、平時にクーリングシェルターとして活用が期待できます。また本補助事業は、 実費負担額を軽減するための地方財政措置の活用が可能な事業でございます。具体的には過疎対策事業債と防災減災国土強靭化緊急対策事業債等ですが、後者は本補助金の補正予算に係る事業のみが対象となりますのでご留意ください。地方財政措置の活用の際には、 各自治体様の財政部局と十分にご相談の上、検討いただければ幸いです。4ページをご確認ください。ここでは事業内容の詳細について説明させていただきます。繰り返しになりますが、本補助事業では対象となる施設は2種類あります。1つ目は、地域防災計画により、災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設となります。 ここでは避難施設、防災拠点、広域防災拠点のことを指しております。二つ目は業務継続計画により災害発生時に業務を維持すべき施設です。例えば分庁舎や上水道施設等のことを指しております。これらの施設を対象に補助対象設備が定められております。補助対象施設としては再エネ及び高ジェネレーションの導入が必須となります。合わせて電気、 熱を活用する省エネ設備に関しても対象としており自然変動型の再エネに関しては蓄電池も必須となっております補助対象者に関しては主に地方公共団体様を想定しておりますなおリースエスコ PPA など第三者保有モデルに関しては地方公共団体と共同申請することを条件に民間事業者による申請も可としております 5ページ目では環境省の補助金を活用し災害時に役に立った事例を紹介いたします。太陽光の電気が蓄電池に充電され災害時に活用され避難所運営に役立っている事例です。このほコ高ジェネレーションシステムやバイオマス設備を活用した事例もありますので、地域の実情、ニーズに合わせて検討をお願いいたします。以上で説明を終了させていただきます。 本補助事業に関してご質問等ございましたら、各地方事務所、あるいは本省、トリー、またはタグリまでご連絡ください。本日はどうもありがとうございました。